はい、皆さんこんにちは。今日でだいたいオーストラリアの、まあ、南北で言ったら真ん中あたりにねたどり着きますんで、まあだけどね、案外思ったより高度が低いんですよね。もっと山とか高原みたいになってると思ったら全くそんなことはないんで、ちょっとそこは驚いてるんですけどね。以前このこっちのメルボルンとかキャンベラの方からずっと西に行こうとしたら、途中からすごくね大地上の高原が出てきましたんでね、オーストラリアってそんな感じなんだろうっていうのが先入観であったんですけど、で今日はですねちょっと面白い話があって、立花さんと電話で話したんですよ。でその話をちょっとやっていこうと思うんですけどね。まあ、きっかけはというとですね、その、まあ、あの人は電話番号を、まあ、昔から公開してるんで、それは有名な話なんですね。で、まあ、いろいろな人から電話、応援の電話とか批判の電話とか、あとはその、まあ、いろいろな相談の電話とかも来るらしいんですけどね。で、まあ、ただそうは言っても、で一応電話番号はよくYouTube なんかで公開してるから、一応メモしといて、いつかかけようと思ってたんですね。で電話帳には入れといたんですよ、スマホの。で、まあ、ただそのかけるといってもちょっと緊張しますし、で、まあ、結局かけずじまいでずっと来てたんですけど、で今統一地方選挙がやってるじゃないですか。それで国立市から選挙候補を見たらですね、上山さんっていう人が NHK 党から出馬してたんでですね、でおうと思って、その選挙候補ですよ、いわゆる各家庭に配られる選挙候補を見てたら、その上山さんのもうですね電話番号を公開してたんで、まあこの人だったら別にね、そんな立花さんみたいに有名な人じゃないんで、いいだろうと思ってかけてみたんですね。そしたらめちゃくちゃ好青年で、その人はね言ってたのは、大学今29歳の男性で、国立に住んでるんだけど、盛岡だったかが実家で出てきてるんで、もし国立の選挙に落ちたら今度実家に一時的に帰って盛岡で出ようかっていうふうに言ってましたね。それで結構10分ぐらい話したんですけどね、なんかね医学部、医者の卵で、その医学部に浜田さんと一緒で医学部の人なんですね。で大学、まあ医学部って6年だから、6年で卒業する間際にですね体調を崩して休学をしてて、結局休学するにもなんかお金がいるみたい でそれもったいないっていうんで、その6年で卒業間近で退学してしまったらしいんですよ、その体調で。その体調っていうのが脳の病気で、なんか詳しくは聞いたんだけど忘れちゃいましたけど、その脳の血管の病気なのか、そういうんで、でまた復学してですね、国家試験を受ければ別に医者にはなれるんですよって言ってて、まあだからその資金集めなんでしょうかね。まあだけど資金集めに、そんな国立の市議会って言ってもね、そんなめちゃくちゃ給料いいわけじゃないだろうし、まあ多分年収900万とかそんなんだと思うんですけど、まあそんだけあったら医学部だったらいけるのかな。まあ、でも医学部目指す人って大体実家が医者ってことが多いと思うんで、
まあ、なんかあったのかもしれませんね、お金を出してくれないか。まあそういう結構まあいろいろ苦労されてる人で、まあ別に最後は普通に頑張ってくださいねって言って選挙入れますよって言って切ったんですけど、まあ非常にこう礼儀正しい好青年でしたね。うん、やっぱこうやって電話して直接話してみたらすごいよくわかりますね、その人のこう考え方っていうか、まあなんというか考え方というよりもそれ以前に、うん、人となりがわかりますよね。でそれでですね、あそうかこういうのも面白いなと思って、その流れで立花さんにかけたんですよ。でまあちょっと緊張しましたけどね、本当に立花さんが出てくるんかなと思って、まあ私も何回か直接話したことはあるんですね、海老名市長選の時とかね、あとは立川でね、なんか市議会選挙か市長選かなんかあった時にたまたま立花さんがいたんで、僕も仕事帰りだったかでな、たまたまあれやってるなと思ってそこで話したこともあったり、何回か話したことあるんですけど、でまあただ電話する、むしろ電話の方がちょっと緊張しましたねほんでまあかけてみたら、まあ人は忙しい人なんでその時は繋がらなかったんですね。で留守番電話になったんで、初めてお電話します瀬野と申しますとかって言ってちゃんと入れといたら、途中で30秒かなんかで制限時間で切れてしまったんですけど、でそしたらですね2時間ぐらい、その前に、その電話が留守番電話入れた後に、ショートメッセージを送ってみようと思ってショートメッセージを送ったら、要は何をかって言ったら、なんでそんな代表権をそんな最近知り合いになった若い女性にポンと譲ってしまったのかっていうのがどうしても気になってたんで、それは聞きたかったんですよ。で一応立花さんの YouTube ではこれからは若い女性が政治をやる時代だから、本当に代表まで譲ってその本気でその女性を育成していくという意味合いで譲ったんだっていうふうに YouTube では言ってるんですけど、多分それは表向きの理由で本当は何かあったんじゃないかというのが思ってたんですね。例えば政治資金規正法の疑惑で東京地検に追われていて、で代表にとどまっていたら党に迷惑がかかるから、まあ、どういう迷惑か分かりませんよ、党の代表が捕まったら、まあ捕まったらって言ったらそれは前執行猶予になってるんで、脅迫罪かなんかで執行猶予になってるんです、そういう意味ではもう捕まっているかというか有罪になるっていうことはもうなってるんですけど、まあなんかとにかく政治資金規正法絡みでまずいことが起こるんじゃないかと思って、それを察知して代表権を譲って党の存続を図ったみたいに、まあ分かりませんよ、そういうシナリオなのか分かりませんけど、なんかの差し迫った事情があって代表を降りたんじゃないかと、そういうふうに思ってたんですよ。なんかあるんじゃないかな、いやそれは立花さんの言う通りかもしれませんし、ただこっちは疑ってるだけなんですけど、そんな簡単に代表権を渡すかなっていう、いくらその女性をこれからは育てたいと言っても
別に投手だけお飾りにしといて代表権は自分で、でね、党のその看板的な、まあ、それこそ文字通り看板娘として据えておけばいいじゃないですか。で実際の代表権は自分が持っといて、お金の管理は自分がやるっていう、普通はそうするかなと思ったんですけど、どういうわけか代表権を譲ってしまったと。でこれがどうしても聞きたかったんですよ、本人に聞きたかったんだけど。でそれをショートメッセージでまず聞いたんですね。まあどうでしょうね、忙しい人だから本当に帰ってくるのかなと思ったけど、帰ってきたんですね、ショートメッセージが。いやいや普通に若い女性に政党を任せたかっただけですよって帰ってきたんですよ。でああ分かりました、そうなんですねとかって言って、まあショートメッセージは別にそんな立花さんからはその一言だけが返ってきただけだったんで、まあそれはそれで終わったんですけど、そしたらね、そのさっきかけた立花さんに電話をした時間から2時間後ぐらいに立花さんから電話かかってきたんですね。まあそのショートメッセージの件とは多分別だと思ってるんだと思います。あの本当に日々何十件って電話かかってくるらしいんで、いちいちそんな覚えてないと思うんですよ。でまあかかってきたんですねびっくりして出て、あどうもいつも応援してますって言って、でまあその全く同じことを聞いたんですよ。代表選の代表権をなんでそんな昨日今日知り合ったような人に渡したんですか、なんか裏があってで、同じショートメッセージと同じことを聞いたらですね、いやそれは普通に本当にこれからそういう失敗も含めて実際に代表権を渡さないと勉強していかないから、で最悪乗っ取られたっていいんだっていうふうに、乗っ取られてもいいんで、そういう位置から育てていく、実地で勉強させてっていうような、まあ要はそういうショートメッセージで返ってきた答えと同じようなことが電話でも言ってるんですけど、でだんだん僕がその東京地検特捜部とかに行って突っ込んでいったらですね、だんだんこう機嫌が悪くなってきたんですね、立花さんの。でいや僕は応援者ですよって言って、いつも応援してますけども、応援してるからこそですね、気になってもいるんですよって言って説明するんだけど、なんか立花さんはな、僕のことをこうアンチの人だというふうに思い始めたのかですね、ものすごいなんか機嫌が悪くなってきたんですね。でいや黒川さんとか大津さんとかの言い分というか、多分そっち側の人間が立花さんの味方のふりをして電話してきたんじゃないのかみたいに思われたのかですね、だんだんこう、いやだからあなたみたいな人に何を言ったってわからないんですよとかってだんだん言い始めてきたんですね。でいやまあそれはそうなんですけど、僕と同じような考え方も他の人にも応援者の中にも思っている人はいると思いますよって言って、でもあなたはそうやって僕が言ってるのにもう頭ごなしに信じないわけでしょ、だからあなたに何を言ったって無理ですよって言って、まあそういう感じで、まあ結局電話は終わったんですね。ちょっと残念だったんですね。なんか真意が伝わってないっていうか、応援者だから心配してるんだけど、なんかこう邪険に扱われたっていう。で人はね、ちょっとそういうところがあるんですね。その党の定例会とかでも、定例会見とかでもですね、やっぱ僕と同じようなお金の流れを追求する人がいるんですよ。でそしたらね、だんだんそれがね、革新的な話であればあるほど機嫌が悪くなるんですね、人は。そういう癖がね、前からあるんです。だから
これは起こってきたということは多分確信をついてるぞって、逆に言うとそのリトマス試験紙になるんですよ。だから今日すごくね、なんか機嫌悪かったのは、若干ちょっと当たらずとも遠からずみたいなところがあったんじゃないかなっていうのだね、思ってるんですけどね。まあそれは分かりませんよ。実際立花さんが言う通り、あの育てる目的でもう党を乗っ取られてもいい形でもうそれぐらいの覚悟で譲ったのかもしれませんし、でその割にはね、でもこういうふうにあの取り付け騒ぎが起こって、大津サイドから代表権を取り戻す話になってるんだけど、でも自分はついてないでしょ。あの斉藤さんっていう、あの浜田さんについてナンバー3の人を代表権につかせようとしてるから、なんかやっぱねそれも変な感じがしますね。だって自分が代表に戻ればいいのに、斉藤さんをなぜか据えているんですよね。なんか僕はそれであるんじゃないかなとまだ疑ってますけど、うん。ただね、あの立花さんはそれ徹底してる、すごいなと思ったのは、あの立花さんから電話かかってきて、そのまあ僕いつも行ってる喫茶店でちょっとあのまあ店の中でやると嫌がられるんで、あの店の外に出て話してたんだけど、そこはビルの中なんで、あ電波が悪かったんですね。で切れてしまったんですよ。であまずいと思ってこっちからまたかけ直そうと思ってビルの外に出て、そしたらその外に出た時にまた立花さんからかかってきたんですよね。あの辺はすごいなと思いましたよ。あのどう見てもこっちの都合で電波が切れたんですけど、また立花さんからかかってきたんですよ。だから皆さんもね、あのもしこれ全然 N 国党のこととか興味ない人がほとんどだと思いますけど、もしいらっしゃったらかけてみたらですね、あの人はね几帳面にちゃんとかけ直してきますよ。いやすごいなと思ったな。だから多分どうなんでしょうね、変なアンチだと思われたらその番号をなんていうか通話拒否みたいにされるのかもしれないけど、 そうじゃなければまあ普通の人だったらまたかけても多分ですねかかってくると思いますね。一発で通じることは多分ないと思うんですけど、忙しい人なんで。まあただ忙しいって言ってるけど実際は暇なんですよってよく言ってるんで、まあそんなもんかもしれませんね。うん、別にそのサラリーマンってわけじゃないんで、その9時から6時まで仕事してる人ではないんでね。まあ案外暇なのかもしれませんし、別にあの人国会議員でもないんで議会に出るわけでもないし、あのたまにね YouTube を週に毎日は上げてませんよね。どうでしょう、2日に1回ぐらい上げてますか。まあそんなのは別に物の数には入らないでしょうし、普段何してるのかよく分かりませんけどね。あの犬の散歩とかやってる動画がたまに出てきますけど、あとはあの週に1回定例会見やってるだけですよね。案外暇なのかもしれませんけど、だから暇だから電話かかってくるんでしょうね。このように全然ね海抜は低いですね。もうなんというか砂漠っぽい感じの、ちょっと農地ではないでしょうね、これ乾燥でしょうね多分。で昨日ちょっと遺跡のあのスプリングスルインズっていうのは、あれ調べてみたら、あのなんか湧き水みたいなもので、やっぱあの原住民のアボリジニとかが住んでる時にその重宝した
まあ、この辺川とかもねあんまりないだろうし、地下水とかに頼るしかないと思うんですけど、そういう原住民が、まあ、大切にしていた泉であったということでしたね、うん、いやーでも立花さんから電話かかってきたのびっくりしたな。まあ政治家でね、携帯電話交換してるような人はあの人ぐらいだろうから、まあ他にもいるのかもしれないけど、ちゃんと律儀にかけ直してくるっていうのはそんな滅多にないでしょうね。ただ私みたいに思ってる人は多いと思うんで、なんで代表権を渡したのかなっていうのは、それについてのビデオをね一本作ってあげてほしいですね。私は、いや、あの同じ主張でもいいんですよ。単純に女性を育てるためにあの渡したんです。いろいろ勘ぐられることが多いんだけど、皆さん本当にそうなんですよっていうね、まあそういうものでもいいので、なんかねその釈明するというか、そのこういうふうに思われているのかもしれないけど本当に違うんですと、私は女性を育成するこうこうこうでっていう、その説明をね一回挙げてほしいなと思いましたね。多分僕と同じようなことを思っている人は多いと思いますんで、それをねあの人はちょっと残念なのは、そのそこを言われると嫌がるんですよ。すごくだんだんこう機嫌が悪くなるんですね。だから多分ね、あの大橋さんとか黒川さんとかがいろいろな、まあ、他にも離反していくのはねその辺になんか原因があるような気がしますけどね。うん、多分そこを突っ込んだら機嫌が悪くなるんですよ。だあの人は大体ね何事においても正直なんだけど、まあほぼ 95% ぐらいは正直なんだけど、なんかねお金のことについて言われると機嫌が悪くなる癖があるんですね、うん、かといって別にあの人はね全く贅沢とかはしてないんですよ。車とかも時計も何の洋服も何にもあの贅沢はしてないのは分かるんですね。それはもう見てて分かるんですよ。だから贅沢目的とかじゃないんですよね。だからあんまりお金に執着はないっていうのはよくわかるんですけど、なんかねお金のその流れのことを言われると、うん、話をそらすというか相手を攻撃しにかかるんですよね。そこはちょっと残念だなと思いますけどね。まあ、立花さんの話はね、まあ、それぐらいにして、一応経済としてね昨日驚いたのがニューヨーク連銀の製造業指数。あのニューヨーク連銀の製造業っていうのはですね、あの一番足元で一番早い数字が出てくるんですね。4月の数字が4月15日とかに出るんですよ。だから一番早いんです。 ISM より早いし、多分ね足元の景気の 最速の情報なんですね。でそれが予想外にですね良かったんですよ。ということはもうだから新規受注とかがすごく良かったんですね。ということはですね、現状の金融危機を3月10日に受けて、まあ、1ヶ月以上経ってる、要は4月のこの中旬ぐらいの段階においては、まあ、ニューヨーク連銀のアンケート自身は多分4月の
上旬だと思うんですけど、だから1週間ぐらいラグがあるかもしれないんだけど、4月の上旬から中旬の少なくとも時期においては不景気ってものが全く意識されてないですね。うん、それが確認されましたんで、まあちょっと意外というかね、あの他の数字で見るとちょっと弱い数字とかあったりしたんで、あ、特にあの ISM 製造業とかは悪かったですよね。そういうのがあったんで、予想外でしたね。だからすごく金利が上がりましたよね。で、為替も134円まで一時期は行きましたね。ちょっとだからね、CPI は伸びは抑えられてたんだけど、そこからのやっぱり経済指標が目白押しに強いということで、あと住宅 NAHB 住宅業者の指数も高かったでしょう。まあまあ、あの50が中間値なんですけど、45でね、良くも悪くもない、まあ45だからちょっと若干悪いんだけど、かものすごくそれでも改善してきてるんですね。まあだから景気がいいんですよ。うん、ということで利上げがまたさらに続くっていう連想になって、まあ5月の 0.25 っていうのはもうほぼ間違いないんじゃないですか。だから問題は6月上げるかどうかですね。上げると思ってる人も結構いるみたいですよ。で6月で終わりと、うん、6月で終わりと。あとは次がまあね、7月にあるんでね、だから7月では利下げは、もちろん利下げはないと思いますけどね、7月に金利を見送りと、金利上げは見送りということで、そのまま横ばいになるということじゃないですかね。まあそれかもしくは6月で横ばいか、どっちかでしょうね。まあだけどね、やっぱり喜ぶべきはね、ビックスがものすごく低いです。もうついに17を割り込んでますから。ビックスっていうのは、あの近々相場が下がると思われた場合はすごく上がるんですね。25とか30とかになるんですよ。でそれが低いってことはですね、近々下がらないと見てるってことですね。ただまあビックスの信用性も最近は落ちているという意見もありますので、あんまりビックスだけ見といてもダメだと思うんですけど、そうですね。でも恐怖指数が下がっていること自体は喜ばしいことなんで、であと来週からですね、あの中小の一番まあ問題になっているアメリカの中小銀行の決算が出てくるんで、まあそれで例えば預金量がどうなっているかとか、利益は出てるのかとかね、バランスシートでそれこそ債務超過になってないのかとかが出てくるんで、まあちょっと私もね、そこがこわごわですね。あのファーストリパブリックをちょっとだけ買ってるんで、まああとはね、決算シーズンにどんどん本格化していくんでね、これからちょっと警戒をしなきゃいけないですね。特に4月以降のガイダンスが出てきますんでね、それがもし悪い数字が連続してしまうと、
やっぱりリセッション懸念というものが本格化してくるんで、そこはちょっとね気をつける必要がありますね。多分そこまでガイダンスが下がるってことはないと思うんですけど、まあでも一応ね7から9月期にリセッション、まあちょっと軽いリセッションが起こることに一応アナリストの大方の予想ではそうなってるんで、まあ注意が必要ですね。一応7から9はそうですけど、4から6はギリギリプラスになるはずなんで、最近ちょっとあのメインチャンネルのねチャンネル登録者の伸びがなくなりましたね。うん、やっぱあれはね JOLED とかの記事で上がってたんでしょうね。まあそれプラス1000人になったことで、まあアルゴリズムが変わったんでしょうね。まあその辺だと思います、おそらく。ああ、行っても行ってもこの地形ですね。砂漠でしょうかね、これは。まあ砂漠と言っていいんじゃないでしょうかね。まあ世界にはね砂漠に見えてもね地下水が流れているところが結構ありましてね、あの中央アジアとか行くとそういう地下水をやるっていうのが当たり前になってるんですよね。だからこの辺もねそういうのはあると思いますけどね。あの縦穴を掘って組み上げたりとか、あと横穴を掘るやり方もあるみたいですけどね。いやーでも今日のダウは上がってほしいな。だけど先物はあんまり上がってないんでね、32ドル、これ夕方頃ね180ドルぐらい上がってたんで、あれは何だったんでしょうね。一気にそこから下げましたね。で今あの今日大月さんっていうアナリストが言ってましたけど、書いてましたけど、あの今ね金と暗号資産というのがめちゃくちゃ上がってるんですよね。うん、で金と暗号資産というのは本来であれば逆の動きをするはずなんですね。というのはあのだいたいね金とナスダックとかダウっていうのは逆の動きになるんですよ。あのリスクオフの時に金が買われるので、で逆に金が売られる時っていうのはダウが買われるんですね。
安全資産ですから。で、それがですね、暗号資産というのがですね、割とそのリスクオンの時に買われるから、暗号資産が上がっている時は金が売られる、で金が買われる時は暗号資産も売られるっていう逆相関になることが多いんだけど、今はどういうわけか金も暗号資産も同時に上がっていると。でこれはなぜかというと、そのどうもリセッションが近々起こりそうだから、要はその株式とか従来の株式とか債券を買いにくいと。リセッションが起こったらどっちも下がると思うんで、まあ要はその現金ポジションに戻したがるんでね。だけどそれリセッションがあるから株式も債券も買いにくいから、だからしょうがなくですね、金とか暗号資産にお金が流れてるんだという説明をその人はやってましたけどね。だけどリセッションがありそうだったら暗号資産も売られそうな気がするんだけど、その辺はどうなんだろうなと。で金というのはですね、まず利子を生みませんから、そしてもう一つは実物資産で結構重いじゃないですか。だから保管コストがかかるんですね。ただでさえ利子を生まないし保管コストがかかるから、そういう意味ではですね、運用性が低いというか、どっちかって言ったらマイナスになる商品なんです。保管コストがいりますからね、金庫とか場所を取りますから。で当然盗まれないように警備員を雇っとかないといけないんで、管理コストがかかるからマイナスなんですよ、そもそもが。でただその株式とか債券が調子が悪い時に金が買われるから、まあそういう面の安全逃避のための資産なんですよね。面白かったのがね、シグネチャー銀行とかが、シリコンバレー銀行とかが破綻した時に暗号資産って上がったんですよね。旧来の銀行システムが信用できないとなる時に暗号資産って上がるんですよ。そういう性質もね持っているってことをちょっと覚えておいた方がいいかもしれませんね。だからある程度ね暗号資産をポートフォリオに入れた方がこれからはいいのかもしれませんね。まあもちろんそれに全力でやったらダメですけどね、非常に危険だと思いますけど。まあ、だけどね、ウクライナの反転攻勢はないかもしれないっていう話を今日している、まあ、私と同じ見方のですね人がいまして、あ、やっぱり同じ見方の人いるんだと思いましたね。結局反転攻勢があるかもしれないぞっていう思わしといて、まあ、相手の動揺を誘うっていうやり方っていうのはものすごく高等戦術ですよね。こっちの犠牲者は何もないんだから、情報戦だけで相手を振り回しているっていう状況なんで、もしこれで何かね相手の体制の内部が崩壊したりすると儲け者ですからね。
そういう効果をちょっと狙っているような僕は気がしてますけどね。まあ、ないわけじゃないと思うんですけど、いつかはそれはあると思うんですけど、反転攻勢というのは。だけど、それにしては何か戦車の、西側の戦車の支援がもたもたしているし、で、訓練も終わったのかどうかわからないし、どう見ても絶対数が少ないし、それでここに来て、情報、機密情報の流出騒ぎがありましたしね。そして最近増えてるのが、ロシア国内の重要な工場とかインフラとかが、しょっちゅう爆破が起きてますよね。あれはウクライナのそういう特殊部隊がやってるのか、ロシアの反体制派がやっているのかっていろいろな言われてますけどね。まあ、あれはね、開戦当初からちょこちょこあったんですけど、まあ、どうでしょうね、このままずっと睨み合いを続けていくと、どうなるんでしょうね、どっちも攻めてこないっていう。まあ、ウクライナにしたら目的を達成することはできてませんね。まあ、だけどクリミアを奪回するのが最終目的だって言ってますからね。大統領がそれを強くね、そこについては曲がってませんので、今、米3月住宅着工件数が出ましたけど、予想より上回りましたね。あと、カナダの CPI が、3月 CPI が出て、これ多分総合 CPI だと思うんですけど、前年比4.3%ですね。まあ、だいぶ低いところまで来てますね。2月が5.2だから1%ぐらい下がったんですね。まあ、カナダとアメリカではちょっと国の規模が違いますんでね。まあ、あんまり当てにはならないと思いますけどね。
いやー、行っても行ってもこの景色。これがオーストラリアでございます。まあカンガルーとかはこの辺にいるんでしょうかね。まあサファリみたいなアフリカの感じには似てますけどね。カンガルーとかコアラとかはまあこの辺だったらもう本当に野生生物で、野生動物でね。今日はダウは下がるかもね。あんまり良くないですね。今18ドル、先物18ドル高ですけど、ちょっと雲行きが悪いな今日は。でも為替がもう 134.167 ですね。だいぶ高いところまで来ましたね。まあインフレは落ち着いていくと思いますから、あの125円ぐらいまでは落ちてくると思いますよ普通に。ただ原油が高いっていうので、あのしばらくそれが続くとすると、日本はね貿易赤字が続きますんでね。そうするとドルを買わないといけないんですね、輸入するにあたって。だから外国為替の市場でドルを定常的に買う動きになるんで、まあドルがドル高の原因になるんですよね。だからあんまりね円高が進みすぎるってことはないというふうに言われてますよね。もちろんあの資本取引で単なる投機筋がやり取りする方が実需よりも大きいんでね、あの実需っていうのはそんなに力がないというふうに一般的には言われるんだけど、それでもですねやっぱりベースを作っているのは実需ですからね。あの為替がいい時も悪い時も常にやっぱり実際の貿易に必要ですからね。だからそれが結構ねトレンドを決めるっていう人も多いですよね。あの貿易の実需と投機筋の取引と、それからあとはね外国で稼いだお金を日本に持ってくるあのレパトリエーションっていうのがあって、まあ基本的に例えばトヨタがドルをアメリカ市場で車を売って、でまあ売り上げのドルが入ってきますよね。でそれは別に日本に戻す必要はないんですけどね。現地で例えば給料払うのはドルで払いますし、あの下請けから部品を買うときもドルで払いますから、別にそのいちいちそれを円に戻して持ち帰ってくる必要はあんまりないんですけど、ただそれも定期的にはやっぱり
一定程度起こるみたいなんで、ですから日々の、特にその日本の国内企業がですね、輸入するときに代金を用意するためにドルを買うっていうのがやっぱりあるんですよね。レパトリエーションとかはね、僕そんなにないと思うんですね、あの絶対量としては。あとは投機筋の流れで、もちろん投機筋の取引量の方が多いから、そっちの方がインパクトは強いんだけど、ただそれもですね、リスクオフになったり、取引の量に、まあ、結構その上下があるんですよね。換算になる場合があるん で換算になると当然ね、実需っていうのは一定程度常に五等日とかに発生するんでね、五等日とか月末とかに発生するものなんで、まあ、もちろん為替予約とかを入れてそういうヘッジをして、まあ、別ルートで仕入れる場合もあるんでしょうけどね、うん、まああとはね、円キャリートレードとかって言って、円を今金利ほとんど 円の金利ってつかないんで、円でお金を借りてくるんですよ。日本の銀行から円でお金を借りてきて、ちょっと 3分ぐらい離席します。あ、すいませんでした。まあその 円を借りてきてですね、ドルに交換して、でドルで例えばアメリカの国債買ったりとか、アメリカの株式を買ったりする。まあこれも一定程度出てると思いますけどね。今円キャリーがすごくやりやすいはずなんで。だけど景気が悪くなるとね、これが逆取引になるんで、円が買い戻されるんでね、まあだから有事の円買いっていうのはそういうところから来てるんですよね。円の金利が安いから有事の円買いになるわけです。要は円を買って貸主に返すんですよね。円が安全だからという意味ではないですよ。有事の円買いっていうのはね、
円が安全だから買うっていうわけじゃないんですよ。円キャリーが逆向きに動くからそう見えるんですね。それを言うなら有事はドル買いですからね。基本的には有事はドルを一番世界で強い通貨ですから、何か戦争が起こったらドルを持っておけば間違いないですからね。まあ、あるいは金でもいい、金とか、まあ、実物資産でもいいですけどね。まあ、よく言われるように暗号資産というのは何の裏付けもありませんからね。裏付けがないものなんで、そんなものが果たして今後も上がっていくのかなというのはちょっと疑問には思いますよね。ドルとか円ですと中央銀行に裏付けがあるんでね、基本的には中央銀行に行けば資産が、それに匹敵する資産があるはずなんで、まあ日銀が貸し付けてる場合だったらありませんけどね。あの日銀に行ったらそれは債権という、あの権利の権の方ですね、債権しかないんでアセットの方には。でも基本的にはあの中央銀行の貸し付けってあんまり量は多くないはずなんで、中央銀行に行ったら何らかのアセットがあるはずなんですね。まあ、だからあの信用が、まあ、信用、それをもって信用があるというふうな言い方をするんですけども、金があるわけじゃないですよ。昔はね、それ中央銀行に行ったら金に換えてもらえるからっていうのが最終的な約束だったんですけど、最近は中央銀行に行って、あの何らかの国債なり住宅ローン証券なり株式なり金なりリート証券なりですね、何らかの資産があるということなんです。お金があるというのはね、あの我々が持っているお金の信用力の源泉というのはそれなんで。ただ稀にその資産がなくて、あの債権債務の債権だけがあるような状況、中央銀行の資産の部には債権債務の債権だけがあって、で負債の部にあのお札の発行残高ですね、それがあるということ、そういう場合も稀にはあるんで、あの日銀に行っても金庫は空っぽだったということもあり得るんですよ。理論上はあり得るんだけど、まあ基本的にそんなことはめったにないんでですね、ああそうだそうだ、降りなきゃ。よし、まあちょっと景色が変わらないのでね退屈なフライトですかもしれないですけど
はい、ご視聴ありがとうございました。